はい、こんにちは、沖縄おばばでーす。はい、うんじゃさん、今日いいですね。はい。えっ、ー、とですね、えー、ごめんねしてますね、はい。えー、あれですね、2022のね、えー、例のエコーですね。エコーね、エコーのね、ミストミストのね、えー、なんていうのかな。 あ解説動画ですね、えー。いろいろね、見比べたんですけど、よ4つか5つあの見てみて、自分がね、特にわかりやすかったりとか、これ、まあ、解説としては非常に素晴らしいんじゃないかというのが、2つほど見つかりましたので、皆さんにご紹介します。はい、1つはね、あの、いつものね、 えー、いつもというか、皆さんご存知のね、神用テレビさんですね、神用テレビさん。やっぱりすごいですね、神用テレビさん。分析結果が結構効いてます。はい。そしてですね、もう一つは、ゆっくりさんですね、ゆっくり解説さんですね。はい、えー、ゆっくり系のね、動画でこれを解説するってすごいなと思います。これ割と細かいところまで、えー、図、図形と一緒にね、えー、図柄と一緒に解説してくれてますので、非常に、あのー、 なんていうのかなわからない人でも非常にわかりやすいんじゃないかと。はい。そう思いました。はい。この二つはね、あの、他にも色々あったんですけど、特にわかりやすいと思ったので、こちらをご紹介することにしました。はい。えー、エコーのね、ミストミストのね、どうぞ、あの、表紙もね、検索してみてみてください。実は Amazon、Amazon でね、今、英語版が売ってますのでね、 はい、えー、そういうものを購入されるのもいいかもしれません。はい。まあ、いろいろですね。はい。<laughs> いろいろです。本当に。まあ、どうなるんでしょうか。ということでね。はい。私たちはね、何があっても、まあ、しっかり立ってね。はい。ぶれないようにしとけば大丈夫ですんで。はい。はい。そして、えー、健康第一にね、えー。自分の身を守りつつも、はい。 他の人のね、お役に立てれば、あそれが一番でございます。はい。そう思っております。はい。えー、まあ、ね、皆さん一緒に頑張ってね、えー、新しい時代に入っていきましょう。はい。それでは皆さんまた、あご機嫌よう。またね、えー、下にね、一応この二つは貼っときますんで、えー、皆さんどうぞ見に行ってください。はい。沖縄おばばでした。